今回は馬車陣大分新加入選手の紹介です。まずはこの人、ゴールキーパー村山隆三選手。背番号2番村山隆三です。6シーズンぶりに大分に帰ってきました。よろしくお願いします。2013年から2015年まで馬車陣大分でプレー。日本代表経験もある40歳のベテランゴレイロです。まずは久しぶりの大分はどうですか？あったかいな気候ですね。長野から来たんでめちゃくちゃあったかいし、あの桜がちょっと散ってるのに、長野じゃまだちょっと咲いてなかったんで、ああ桜見れなかったなって。ベテラン選手としてチームでの役割は、まあ、今まで感じてきたもの、経験したものをこう若い世代のキーパーにこう還元していくっていう役割だと思っています、はい、こう代表のキーパーがいるんで彼にプレッシャーをかけること、楽にこう試合を出させるんじゃなくて、まあ、いるぞというのを、はい、少しでも存在感を出したいです。最後に今シーズンの意気込みは、もうタイトルを取る、これだけです。あの大分まだタイトルを取ってないので、まあ、この環境でやれてるっていうことはもうタイトルを取らないといけないので、タイトルを奪取するんです。続いては背番号8番荒牧太郎選手。荒牧太郎です。タイトル獲得に貢献できるように頑張ります。同じくボアルース長野から加入。他にも浦安、仙台、そしてスペインやブラジルなど海外でのプレー経験もあるベテラン選手です。もうすでにチームでは高尾山でのフィジカルトレーニングがスタートしており、荒牧選手は早速馬車陣大分の洗礼を受けたようですが。そうですね、僕大学まで体育会のサッカー部だったんで、大学のなんか体育会のサッカー部時代を思い出すなっていう感じはありますね。まあ、でもきつい練習しないとやっぱり高いレベルに行けないと思うので、まあ、もちろんきついですけど、みんなで励まし合いながらやれてます。経験豊富な選手としてチームにもたらす影響は、他の人とは違う経験もあると思うので、このチームに足りないところをいかに補えるか、他の選手たちの特徴をいかに発揮させられるかっていうのが自分の持ち味だと思うので、そこがすごく求められていると思います。最後に今シーズンの意気込みは、このチーム、クラブの発展、タイトル獲得に貢献したいという思いがすごく強いです。僕はそんなに目立つようなタイプの選手じゃないかもしれないですけど、主役になれる選手がたくさん馬車陣にはいるので、そういう人たちの持ち味がなんで発揮されるようになったのかな、そういうところを会場で見ていただけると嬉しく思います。そして次回は帰ってきたあの日本代表選手を紹介。お楽しみに。